はいどうも。おお。妖怪ウォッチプニプニ。今回もやっていきます。リュータだ。あらあら。いきなりゲットしちゃおうかな。あ、CM じゃないや。SS のリュータか。こんなんいたんだっけ。ああ、新しいやつか。なんか。ダウンロード記念来てんな。10連記念コイン。まあイベントやっていきましょう。滅粒子ね、イベントが来ています。閻魔屋敷に招待。新年明けましておめでとうございます。そうだね、明けましておめでとうございます。閻魔、お前たち長く続いた厄災を終わらせてくれた。この宴は俺からの感謝の証だ。存分に楽しんでいってくれ。ロボエモン。あ、吹雪姫もね、無事ありましたね。そしてメンバーがフルにいますね。この度の招待誠に感謝。お前たちは尻を打ち、島に平和を取り戻してくれた。このくらいどうってことない。厄災が続いていればこの宴もなかった。こんな日常を過ごせるようになったのもあの子たちのおかげ。ということでね、はい。なんか吹雪姫がまともなキャラなのがね、ちょっと変だね。滅粒子たちを緊急事態、島が襲撃されている。友人島がすぐに戻らないと。かつての滅粒子。ああなるほどね。滅粒子の魂から分身体を生み出したクローン、イザナミ。イザナミがいるんだね。というわけで今回はエンマとヌラリのね、気まぐれゲートですね。はい、やっていきましょう。これはオロチシュウがいますね。シュウ兄は確かに死んだ。あ、そっか、クローンシュウか。なるほどね。さあ、じゃあこのイベントも頑張ってやっていきましょう。滅粒子イベントは最終回だと思ったんですけど、まだあるのかな。はい、トラジローだ。面白いね。はい、じゃあやっていきましょう。今回は隠しステージありそうだね。はい、それではね、やっていきましょう。今回は最初ね、このね、10連記念コイン2300万をやりたいと思います。前回のイベントはね、 Y ポイントを最後稼いで、紙必殺とかもね交換しちゃったら Y ポイントが減っちゃいましたね。このコインやりたいな。11までいってね、本当はね。で、一応ガシャねあるんだけど、これはちょっと周りの人の様子を見てからやろうかな。大体初日いいことあんまないからね。ラストチャンスとかめっちゃいいんだけどね。今回当たり誰だろうな。タップでデカプリンだからヌラリかな。エンマがいいのかよくわかんないな。まあ今回合成イベントだからね。合成イベント、あとウォッチイベントか。そしてね、今回のコインは2300万ダウンロードね。で、Y ポイント配布が、1月2日の深夜にあるんで、まあ、ガシャ回してもね、安心して、9000 Y ポイントもらえるのかな。1月2日3時を配布予定してるみたいなんで、これね、本当にありがとうね、みんなね。本当。マジで本当ありがとうだよ。あのちょっとまあ、ホワイトポイントもらえるけど、ガシャね、みんなの爆死状況を知ってからでも遅くないんでね、回しましょう。で、さっきの、あれ、さっきの2000万。で、今回、ウォッチがあるから、
クローンの間がエンマだな。だからやっぱエンマゲットして12までねウォッチ作るから行きたいんで。そしてワイプアップが竜と、あカイラ、あカイラだ、俺カイラ持ってるんだよな。サブアカはワイポイントアップちょっと嬉しいな。そして竜がねクローンシュート合成なんだね。あニョロロン種族効果アップだから今回の目玉はこの竜だな。そしてウォッチね、これね、メトリウシキャラ 25%35% アップ。これまたやるってことは何、またメトリウシイベントあんのかね。なんかそんな感じがしますね。まあいろんな特攻があるんであれだけど、まあとにかくエンマがいれば大丈夫かなって感じで。竜神チップとかけらのドロップアップが、うん、カントツさんとね、このヤギョウがチップとね、かけらドロップ妖怪なんで、まあ、こいつらも倒せないといけないけど、まあでも12までいかないといけないからな。闘志の姿に進化、これすごい、今回リュータ持ってない人がすごいね。リュータ、リュータ復刻なんだ今回。あーこのコインもいいな、めっちゃいいな、 Z 以上でいいじゃん。私スペシャルコイン ZZ でシリュウが出たなはい、という感じで気まぐれゲートね、そんなに周回は難しくないんで、ちょっと後で周回の方法とかもお話しするけど、頑張っていきましょうね。漢方もログインボーナスでもらえるし、とにかく慌てず騒がずしっかりやっていきたいと思います。あ、それで、あ、ごめんごめん、今回限界突破もできるのかな、限界突破もできるんで、竜は合成もあるんで、これ気をつけながらですかね。はい、エンマが限界突破できそうです。まあ必殺の変身もうないけどね。あ、ドラゴンメダルも復刻があるんですね。なんでいいですね。汎用紙コイン、もうこれも、あ、いきなり回せんだ、羨ましいな。あ、純真があればいいんだ、イサナミでもあれか。まあまあでもね、私も結構持ってなくて余ってたりしてるんで。あ、これ解放してなかった。うん、まあそんなとこですね。ごめんなさい、じゃあ回しましょう。ガシャね、ガシャっていうか、こっちのガシャはちょっとな、ちょっとみんなの様子を見てからにします。 0.6、0.4、ラストチャンスもさ、これぐらいの確率だけど全然違うよね、いつもね。で、書がね、あるんだね、今回ね。ごめんなさい、ちょっととりあえず3赤10連コイン回したいと思います。一応さっきね、中身は軽くチェックしたんだけど、中身は最高ですね。10連記念コイン2300万、将棋妖怪たちと滅竜妖怪って感じですね。うん、Z もいいね。プニとカチカチがいて、そしてクリスタルレジェンドがいて、極土の子がいたら完璧なんだけど、いるね。これはワンチャンいいじゃないですか。ただ S もいて、 A もいる、 B もいるんかいって感じでね。はい、前回 G が出まくったんですけど、今回 G がいないですねはい、じゃあごめんなさい、ちょっといろいろ長々喋っちゃったんですけど、10連コインね、回したいと思います。前回はね、不思議コインの後に何回も奇跡を起こしましたが、何が出ますかね。ちょっと C はダメなんだね。ちょっともっと、もっとなんか E ランクとか出して、まあ、気持ちの問題なんですけど ね、 何が出ますかね。そう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 、こういうね、これでも妖怪三国志だとさ、 S ランクなんだぜこいつ、面白いよね。いきましょう。これはまさ
金だね。金1個。でもそう、前回ね、青から G がポコポコ出たんだよね。10連エヴァコイン。去年夢を最後見させてもらった10連コイン。今年は夢を見れるか。 SS は出た。 SSS がなかなか出ないんだよな。せっかく止まれよ。うっ、おクリスタルレジェンドがいい。クリスタルレジェンド弁財天。そうか、私この頃弱かったから七福神妖怪持ってないんだよな。あー、でも夢を見させていただきました。埋まりました。そう、この頃弱かったんだよね。昔でも 大黒天とか結構活躍してたよね。はい、じゃあこんな感じで、ちょっとこっちのガシャごめん、みんなの様子を見て回したいと思います。はい、じゃあすみません、2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントでね、一応ね、サブアカはトラジロをまず倒して、それでね、そうするとゲートいけるんで、そうするとね、友達のお助けができるようになるので、とりあえずね、トラジロを1回ゲートを出すまでね、サブアカもやった方がいいと。お助け枠でね、最初これあれなの、ウォッチ出さないとクローン見えないんだ。なんだろう、ウォッチが出なかった。ガッツ系行かないとダメなのかな。はい、じゃあごめんなさい、回しましょう。受け取ってなかった。これもね、9673。10連記念コインね、いきましょう。あ、イベントクエストね、これね、キャンペーン、こちらもありがとうございました。本当にありがとう。最後ね、ワイポイント稼げたんで9000出ます。まあちょっとね、紙必殺とかね、ワイポイントで交換しちゃったんで5桁あったんだけどね。はい、お、不思議コインがある。いいね、忘れん坊。忘れん坊か化け頭巾の後には、前回の10連エヴァコインは必殺の G が出てました。たまたま。もう6冊出たんだよね、合計。あ、でも今回金があんま出ないな。あ、でも経験したままもう嬉しいけどね。あ、SS。SSS が出たい。今回。極土の子。サバーカー極土の子。止まれよ。止まれ。あー、残念。まあ、いっか。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、これもね、ゲートは出してます。で、10連記念コインね。どうなんだろう、ユータは受け取らないで、まあ、星とかあるけどね。まあでもいいのかな。ドロップしやすそうだし、いっか。これもね、ありがとうございました。本当に大感謝です。これも最後稼いでね、こいつだけちょっと、第10の人間に合わなかったんですが、まあ第9はゲットしてますね。はい、じゃあ行きましょう。そう、シリュウがね、スペシャルコイン ZZ で当たりました。何が出ますかね。いいね、いいランク。まあ気まぐれゲートは Y ポイントもね、稼ぎやすいので、毎回ね、ガシャの日程の変わるときにね、毎回10連は引けるようなぐらい溜まりやすくはなってるんですけど、まあほんと初日のガシャってろくなもんでもないんで。あ、極土の子、極土の子。エビスか。確かにね、この頃弱かったんで持ってないんですよ、七福神ほとんど。七福神使ったあれだよね、太陽神、神閻魔の時だよね。さあ金行こう。綺麗ね。ラスト、止まれ。あー、残念。でも SS はなんか
出るガシャというのが分かりました。このコインはまだもらえるのかな、もらえないのかな。はい、なんかもう一声ですよね。別にめちゃめちゃ当たるとは言わないんですけど、はい、残念ですね。中身はいいのにな。当たった方、皆さん結果どうだったですかね。最初の福引きみたいな感じでしょうか。いやー、極土の子サバカいつか当ててみたいね。この辺のね、クリスタルレジェンドが当てると極土妖怪もそうだけど基本性能上がるんでね、中身非常にありがたいんですが結果は残念でした。前回みたいにもう G もらえるとかそういう経験しちゃうともうねダメですね。今回選べるコインとかもあるし、皆さんお年玉使うのね気をつけてください。今回の目玉は総龍神龍かな。ゲットできるように頑張りましょう。龍太と周王合成か。クリアしてるよ。周オロチ周レベル10クリアしないとこうね総龍神龍ゲットできないんで、はい、頑張りましょうかね。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、今年も無課金攻略頑張りたいと思います。明けましておめでとうございますって言ってなかったかな。おめでとうございます。それではまたね、今年もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。無課金ってゆっくりやるといつもできるね。早くクリアだとダメだけど。